こんばんは。こんばんは。最近薄毛が悩みのバカ村です。はい、今日はスポーツスター 1200S のカスタム紹介をします。走行動画はまた改めて来週ぐらいにアップしようと思います。はい、楽しみにしちゃってください。はいはいはい。エンジンかけてみます。フロントが21インチでフロントフェンダー付きで、ライザーを作って、こっちのライザーなんちゅうんかな、ライザーサポートみたいなの作って、ドッグボーンライザーをショートにして、それにこのうちのショートのハンドルを立ててます。はい、ハンドルこんな感じです。タンクはスポーツスタータンクをちょっとここ多分足してますね。ちょっと底上げしてスポーツスタータンクの高さの高いタンクになってます。シートはダブルのタンデムシートのダイヤガラステッチです。おいで、このフェンダーがノーマルフェンダーのこのプレスラインでこの R を揃えてカットして、後ろに補強が入ってて、でめっちゃ頑丈に作ってあります。それでマウントがここが1箇所、ここのショックの後ろが1箇所1箇所で3箇所で、ここの3箇所で持たせるように、これ補強が入って頑丈になってます。はーい。でステンレスのビクトリーマフラーです。意外に意外にちゃんとこうバンク角も取れて、まあ走ってても擦らないように、こんな感じでバンクもこういうふうにバンクも取れるように、こんくらい45度ぐらいはいけるようになってます。バンク OK です。
スポーツスター 1200S のカスタム車両とマフラーの紹介でした。はい、ありがとうございます。それで薄毛にはこれが効くよとかそういうのを知ってる人がいたらコメント欄に書いてもらえると、この前の牛乳石鹸で洗ったらいいって言われたんで牛乳石鹸を買ってきて牛乳石鹸で洗ってるんですけど、青いので洗ってたんですけど、この前聞いたら赤がいい、赤の牛乳石鹸がいいよって言われてまだ青で洗ってます。はい、薄毛の対処法を知ってる方がいたら教えてください。はい、ありがとうございます。では、バイ。